ラマナ・マハリシ宣ギーター42節の14番は16-23からですね。聖典の規定捨てるもの、行為が欲望下で行われるもの、そのものは完成得ることはない、修行の成就を果たすことはできないということですね。聖典というのは真理の各地者の教えですね。ただ聖典はいろいろありますので、いろいろな修行者のレベルに対しての教えが含まれていますから、全てが究極の教えだということではありません。ラマナ・マハリシのように究極の教えだけを述べていた方々の語録というわけでもありませんので、いろいろな修行者の段階に応じての教えが示されています。ですからそれらも階段みたいになっていますから、低い方から、あるいは自分のいる場所から高い方にと登っていかないといけないのですね。その中で最も大切な教えの一つとして、行為そのものに問題があるのではなく、行為の動機が問題だというものがあります。例えば皆さんがいろいろな震災に対して看破をする、それはとてもいいことですが、大きな会社なんかになりますと、自分たちの名前を売るためにまあ献金するとかですね、あるいは今助けておいてまた良くなってきたらその国で我が社の企業をますます発展させようとか、そういう動機、欲望という動機に基づいて寄付をしたり、いろいろな援助行為をするなら、それはしないより悪いということです。マスター方が教えてくれているのは、当てを作った行為は業を作るだけであるということですね。ですから私たちも日常生活でも修行でも、当て、方向性は間違えないで、こうしたからこうなるはずだというような当てを持たないで、淡々とやるべき修行をこなしていけばよいということです。そうしたならそれはいろいろな実験を解消して業を減らしていって、新たな業を作ることはないということになるわけですね。